トラちゃんは見た。私はカリン、結婚して2人の子供がいる30代の主婦だ。ただいま。お邪魔します。ハッピー。会いたかったよ。元気だった？2人とも本当にハッピーが大好きだな。おかえり。この子はゴールデンレトリバーのハッピー。私が高校生の時に実家へやってきた子だ。ハッピーは友人ゆずりはの家で生まれた3兄弟の末っ子で、そのうち2匹のお兄ちゃんは現在もゆずりはの家で暮らしている。それがラッキーとクッキーだ。ちなみにラッキーは最初の1年間を別の家で過ごしていた。その最初の飼い主はというと、子犬生まれたんだ。めっちゃ可愛い。そう、3匹ね。1匹はうちで飼うつもりで、もう1匹はカリンのうちが引き取ってくれることになったの。あとのもう1匹は里親を探しているところでね。え、本当？ねえねえ、だったら私子犬欲しい。え？ね、ね、いいでしょ？それはありがたいけど、アカネのところ犬大丈夫なの？ゴールデンレトリバーだからすごく大きくなるし、散歩も大変よ。まあ大丈夫じゃない？うちみんな動物好きだしさ、散歩も誰かしら行けるだろうし問題ないよ。だからお願い、私に子犬ちょうだい。子犬が欲しいと願い出たのは同じクラスのアカネで、犬を飼ったことがない彼女に再三お世話の大変さなどを話したが、大丈夫、余裕と心配ながらもどうしても育てたいと申し出てきたので、折れた友人ゆずりはは彼女に、最後まできちんと愛情深くお世話すると誓約書に親同伴でハンコとサインをしてもらい、ラッキーを預けたのだった。ほら気合い入れてかけ、これで子犬ゲットね。本当に大丈夫かしら。こう言っちゃ悪いけど、アカネって結構適当なところあるから。うん、ちょっと心配だけどね。しかし、見て見て、この間ラッキーのためにおもちゃ買ったの。すごく喜んでたよ。ほんと嬉しそうな顔だわ。よかった、何も心配することなかったみたい。でもその1年後、アカネの口から衝撃の一言を聞くことになる。クッキーも大きくなったね。ハッピーもクッキーより大きいんじゃないかしら。ねえねえゆずりは、なに？アカネちゃん、ラッキーのことなんだけどさ、あの子も結構大きくなっちゃったんだよね。だからゆずりはのところに返そうと思って。は？あんた何言ってんの？最後まで面倒見るって約束したじゃない、誓約書まで書いて。その予定だったんだけど、なんか大きくなったらあんまり可愛いと思えなくなったんだよね。お世話大変だしさ、とにかくもういらないからゆずりはに返そうと思ったの。それで早く返してこいってママも。うん、わかったわ。言っておくけどアカネ、あんたは二度と生き物を噛んだ。今日迎えに行くから、もし虐待跡なんかあったらただじゃ浮かないから覚悟しとけよ。こうして幸い虐待された様子もなく元気なラッキーをゆずりは一家はすぐに連れて帰った。そして今現在も兄弟のラッキー、クッキーはゆずりは宅で可愛がられている。ほんとあの時の怒りは昨日のことのように思い出せるわ。そりゃ切れるよな、動物を何だと思ってるんだか。この間アカネちゃんのお母さんに会ったけど、悪びれもせずラッキーは元気って聞かれたわ。まあもう生き物は飼ってないらしいけど。当たり前よ、子犬だろうが老犬だろうがこんなに可愛いのに、ほんと思い出したり腹が立つ。しかし話はここで終わらなかったのだ。数ヶ月後、高校同窓会。カリン久しぶり。久しぶりよずりはん、ラッキーとクッキーは元気？ええ、元気いっぱいよ。ラッキーの方は、それでさ、聞いてよ、それったらひどいのよ。別に私悪いことしてないのにさ。アカネだ、何を話しているのかしら。あ、カリン、ゆずりはねえ聞いてよ、二人とも私が高校の時付き合ってたヒイラギくんのこと覚えてるよね。ええー、まあこいつよく話しかけられるな。あれでしょ、エトラ大卒の御曹司、イケメン彼氏。みんな聞いて、私の彼ってイケメンで頭良くってお金持ちでマジ王子様なの。そう、そいつ、あれひどいのよ。高校の時から27までずっと付き合ってたのに、いきなり私のこと捨てたんだから。え、当時アカネが自慢して回ってたので、その彼氏のことは覚えている。結構なイケメンでお金持ち、そしてアカネが大学卒業すると同時に結婚するとか聞いていたけど、私彼と結婚するものだと思ってたから一度も働いたことないし。
捨てられたのか。邪魔。私それからショックで立ち直れなくて。どうしても復縁したいって迫ったらなんか接近禁止とか言われるし、婚約もしてなかったから慰謝料も取れなくて、もう彼にどうにかして復讐してやろうと思ってるんだけど、今どこで何してるかもわかんないのよ。ちょっと待って、3年以上前に振られたんでしょ。今まで何やってたの。だから立ち直れなくてずっと引きずってたの。ってことは今まで一度も働きもせずに振られた彼氏のことでズル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 何もせずにニートしてたってこと。何よ、なんで笑うのよ。いや、だってね、あんたラッキーと同じ目に遭ってるじゃない。可愛い時期だけ一緒にいて、年取ったら捨てられて、要するに一生面倒は見たくないって突き放されたわけよね。何言ってんのよ、犬と人間じゃ重みが違うじゃない。はあ、何言ってんのよ、犬は捨ててもよくて人間はダメとか何様のつもり。犬は捨てたら生きていけないけど、人間は捨てられても自分で生きていけるじゃん。でも私はちゃんと可愛がってゆずりはに返したもん。別に捨てたんじゃないし。返したと捨てたで何が違うのよ。あんたも返されたんでしょ。可愛い時期だけめでて、年を取ったら親元に返されたってわけよね。うっ、何よ感じ悪い。私もう帰る。すごい因果応報。まさか犬と同じ目に遭うとはね。その後早々に帰った茜を除き、私たちは同窓会を楽しんだのだが、そういえば茜ちゃんが振られた理由のことも話してたんだけど。あら、それは聞きそびれてたわ。なんて言われたの。それがね、茜ちゃん子犬の頃のラッキーの写真をまだ持ってたみたいで、それを彼氏に見せたら、うわー、かわいいね、僕も犬派なんだ。この子はまだ元気なのかい。多分。なんで知らないの。だって子犬の頃は可愛かったけど、成長したら可愛くなくなっちゃって元の家に返したの。あれ、どうかした。それで数週間後に突然別れを告げられたって。ああ、彼氏さん大正解ね。犬にあんなことができるんだし、最悪子供とかにも同じようなことをやりかねないわね。一生子供も産まない方がいいわよね。うんうん、まさに何時にいずるものは何時に帰るね。ここまで綺麗にこの言葉が当てはまる人がいたことに驚きを隠せないのであった。ご視聴いただきありがとうございました。まだ道端だとか適当な場所に捨てないで、ゆずりはさんに返すと選択しただけ、ラッキーにとって不幸中の幸いだったことでしょう。人間もワンちゃんも命あるものに変わりないです。最後まで育てるという責任を通せないのであれば、最初から飼わないでいただきたいですよね。何よりワンちゃんはただの愛玩道具だとしか考えてなさそうなのがより許せないです。皆さんはどう感じましたか。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また因果応報ってこのことだなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。